コールをみんなで言ってた福山先生の木村君、よろしくお願いします。ここでは5時間も食べなくて大丈夫です。喋りたいだけどよろしくお願いします。皆さんこんばんは。こんばんは。みんなごめんな。負けたけどごめんな。でもさっき国会で叫んできたよ。法案では負けたかもしれんけど勝負には勝ったって。それはみんなが支えてくれたからだから、これからも昨日の景色とあの暴力的な強行採決の景色と今日のこの一瞬を忘れないでください。絶対覚えていてください。そしてこれからも一緒に戦ってください。そして何としても安倍政権を倒して民主主義と平和主義とそして立憲主義を守って、皆さんの世代でこの国の新しい民主主義の形を作っていこうではありませんか。今日は民主主義が終わった日ではなくて、日本の新しい民主主義が皆さんと共にスタートした日にしていきたいと僕は思います。本当に本当に心の底からありがとうございました。選挙法案、廃止法案、次は総理大臣ね。ありがとうございました。本当にもう連日のことで全然寝てないと思うんですけど、本当にお疲れ様です。